早速ですけどもね、こういう更新情報が出てきました。似た男を関西で複数回目撃とね、こういうにすぐ出てきます。こういう情報がね、今まで全然なかったのにね。これテレビね、あの餌撒いてるわけですよ。これ釣りネタっていうかね、餌撒いて、視聴者を釘付けにしようと思ってるわけですね、こうやってテレビにね。それからこの犯人よく見てみてください。これグリーンですか、これブルーですかね、ブルーじゃないですかこれね、全部青が絡んでますけどもね、これ青色に見えましたね。再度言いますけども、このね被害者、この人も青を着てます。青のシャツをね、ね珍しいですよね、この青色を着るっていうのはね、なかなか見ませんよね。そしてこの加害者ね、青っぽくも見えますけども、紫ですね。光に当たったら紫色になる、ちょっと青色っぽいシャツを着てましたね。テロップも青色ですね。青色、青ね、宮崎葵の青ですね。バトンタッチしましたから、葵優からね、青つながりをバトンタッチしたんですよ。これ33歳と34歳でね、葵優が33歳から34歳になりましたから、バトンタッチしたわけです、誕生日にね。まあこの女性ね、これも、どうでしょうね、もしかしたらブルーかもしれませんね。私最初紫っぽいなと思ってましたけど、これも青かもしれません。そしてこっちもね、光に当たってない時青色に見えますね、これね。この清水ね、静岡、どっちも青が入ってますね。丘も入ってますね。煽り運転、これ煽り運転ですね。青が入ってますね。岡崎東ね、宮崎葵の今の名前ね、旧姓じゃないやつね、岡田純と結婚した後の名前、岡田葵ですからね。で岡崎ですね、昔は宮崎ですからね。宮崎と岡田を合わせると岡崎東と、まあ東はちょっと入ってませんけど、岡崎っていうのが出てくるわけですね。犯人は宮崎、文岡ね。車を代車として借りた男性、会社の社長とかね、こういう絵を描いてますけども、人物像、こういう絵で表してますけども、これも青っぽいですね。青とちょっと紫が入ったような感じの、藍色っていうんですか、これはね。藍色か。目の藍ですね。イルミナティの目ですね。あの、ホルスの目っていうか、プロビデンスの目というか、いろいろ言われますよね。その目のことでしょうかね。ね、これも煽り運転は青ですからね。煽り運転ですからね。この人もね、ちょうどタイミングよくこの青のシャツを着てましたね。これ最近のね、つい最近のニュースですね。目立つ青色です、これね。ということで、この逮捕される日というのはね、おそらくこの守谷市のに関係している、リンクしている守谷彩子ですね。こちらが9月15日の誕生日ですから、来月の、それからまあね、逆算というか、逆算するか、それ以後なのか、以前か以後かってことですね。それがこの宮崎葵ね、宮崎葵の誕生日、これが11月30日ですから、
これの以前以後でね、オカルト数に絡んでくるわけですよ。まあゾルメの倍数とかね、それとかフリーメイソンリーナンバーですね、これにかかってくるわけですね。たくさんありますからちょっと今言いませんけどもね、まあそういうのにかかってくるでしょうね。愛知県も最近多いですね。愛媛県、愛知県、事件が多いですけど、これ愛子の意味ですね。ということで終わりたいと思います。あ、911もありますからね。まあでも911の何日前、何日後というよりかは、どうでしょうね、この守谷絢子のに関連する日、それか宮崎葵の関連する日、これの方がね確率高いような気がします、私はね。それか、そうですね、まあいろいろイベントがある日かな、重なってる日ですね。あの令和の何日目とかゾロ目の日とかね、それか GLE から何日目とか、まあそういう日だと思いますね。みんなが分かりやすい時、分かりやすい日にね、こういうのを重ねて、ダブらせて犯人が捕まえられるのかもしれませんね。もう脱走ものっていうかね、こういうのはもうずっとやってますね。これがねやっぱ視聴率を稼げるんでしょうね、やっぱね、フェイクニュースでは一番ね。なのでね、これこういうのをねしょっちゅうやってます。ね、こういう恐怖を煽るとね、視聴率が上がるわけですね。皆さん、あのどんな人でも見るわけです、興味を持ってね。あ、それからね、大事なことを忘れてましたね。いろいろアジェンダ入ってるんですけどもね、フェイクニュースにはね、目的ですね、これが入ってるんですけども、まあいつものようにね、この分割統治ですね、この Divide and Conquer って言いますね。 Divide and Conquer ですね。ラテン語は Divide et Impera かなね、これですね。今韓国なんかとね、衝突してますけども、これね、あるものが統治を行うにあたり非支配者を分割することで統治を容易にする手法、分断統治とも言いますね。非支配者同士を戦わせ、要は下々を戦わせるわけですね。統治者に矛先が向かうのを避けることができると。エリートはね、エリートの方にはこう来ないわけですね、このなんていうんですか、矛先がね向かってこないわけです。統治者が非統治者間の人種、言語、階層、宗教、イデオロギー、地理的、経済的利害などに基づく対立、構想を助長して後者の連帯性を弱め、大衆の連帯性を弱め、自己の支配に有利な条件を作り出すことを狙いとし、植民地経営などに利用されたと、ね、こういうのを分断統治と言いますけどもね、要は漁夫の利を得るわけですね、エリートがね。下々をね、いろんなこの言語、階層、宗教、イデオロギー、地理的、経済的なんかそういう利害ね、基づく対立、こういうのを助長するわけですよ、ね、でこういう人種間の争いなんかよくやってますよね、アメリカでもどこでもやってますけども、こういうのをね作り出すわけです、わざわざね。するとね、エリートの方には矛先が向かわないと、これも常套手段です、これね、もう昔からやってる手法です ね。これでもうエリートはずっと存続できるわけです、彼らね、まあこういうね、アジェンダもいつも入ってますね、フェイクニュースにはね。来年はね、オリンピックもあります。それでね、そのオリンピックをね、盛り上げるネタとしてね、今こういうのがね、こう降って湧いてきてるような感じですね。
盛り上げネタですよこれね、この分断し合うのをね、わざと引き起こしてるわけですね、下々を争わさせてるわけですね、オリンピックが近いですからね。最近急にねそういうのが盛り上がってきましたからね、いろいろ経済面とかいろんな面でね、こういうのもねわざと起こしてるわけです。ということで終わりたいと思います。こういうのに乗っからないようにしなくてはいけませんね。エリート同士はね仲間ですからね、彼らはねお互いそういうふりをしてますからね、下々はねそれにね誘導されたらいけないわけです。